勝てば岡山の勝利が決定します。カルデラノは昨日ビクトリーマッチでリーグ8勝利挙げましたね。はい、もう日本の生活といったところもですね、少しずつ気を持っています。改めて報酬外の良さ、はい、最初です。もう少しずつボールを高く投げ上げると思うんですよね。ここで報酬外4ポイントね。深いショットでしたが、ポイントはカルデラノ。そこの深さですね。しっかりグッと引きつけて。おお、素早い攻撃。素晴らしいですね。序盤、相序盤、4点差をつけましたカルデラノ。ハオシュア選手が今のようにこうフォア厳しいコースに打たれるとやはり一歩の足ではこう届かないんですよね、はい、フットワークをしっかりとこう打たないと難しいんですけれども、カルデラノ選手はハオシュア選手のフォアサイドに狙ってますからね。ラインになります。ポイントハオシュアイ、少しずつタイミングが合ってきましたね。ハオシュアイ選手のボールも重そうですね。高いトス、そしてフォアハンド、長いサービス、さすがですね。押し出していきます。手を伸ばしながら返していきました。セブンオールです。よく飛びつきましたね。こういった形ですね。先ほどはこのフォアの厳しいボールに対してタイミングが合わなく、キーパーオーバーだ。角度の調整ですよね、はい、まあ、こういったところが試合が久しぶりといったところもあるかもしれません。ネットで際、はい、はい、入りましたね。チキータできました。深いショットでした、ハオシュアイ。ハオシュアイ選手がレシーブ深い、ここですね。オーバーかと思ったかもしれませんね、まあ、こういった巧みさがハオシュアイ選手はありますよね。